直開始。お願いします。あれ何これ、あ、引き角戦法か。いや、中飛車にしちゃえ。もうこれもう一気にこうやっちゃっていいんじゃないの。ああそっか、ダメ。でもこれ、あー、もういや、やっちゃえ。もうこれここで銀交換しちゃえばさ、飯島流企画も、あ、でもこれここで、あー違うか、ここでこうね引いといて、今5二飛車ってぶつけてくるのかなと思ったんですけど、それはしなかったですね、さすがに。あれちょっと待って、これまずいな。これ8六角でどうすんだろう、これ。あ、でもやんなかったか。これ、どうしようかな。もう一回。これ8五歩と繋いできたら、あ、どうすればいいんだろう。2分30秒。もう、どうしようかな。これ、いや、でもやっぱりこっちを払うしかないか。なんか、あんまり面白くないかもしれませんね。あ、でもどうなのかな。でも、6四角とかしてくるんですかね。6四角、いや、でもこれだったらね、これも突き出して。でもこれを受けといて、あ、でも、あ、これ受けなくていいや。なられても、お、それは、これ、今5七飛成とされてもさ、次に何かがないので、5八歩とでもやっときゃいいっていうかね。いや、これ大したことないっしょ。これ、ポーンと跳ねて、なられても銀でも受かりますからね。ああ、俺叩いちゃった。どうしようかな。叩いか。で、そこで時に引くのね。あ、でも、なんか随分、なんか激しい展開になり、ああ、そうやるのか。そっか。取ったら取られて、あ、でもいいや、取っちゃえ。これ、角成られても、あ、成銀できましたけど、これ大したことないんじゃないですかね。これ次、飛車取りが結構痛いので、多分痛いと思うので、で別に相手が 痛がろうとね、痛くなかろうとそれはどうでもいいんですけど、別にね、勝てばいいのでね、相手に痛がらせる必要は特にないんですけどね。相手が痛くても痒くても、楽しくても嬉しくても、こちらには何の関係もないですからね。それは動画作ってても同じことで、視聴者の方がどういうつもりで、どういう風に見てるかっていうのは、わからないんでね。わからないんですよ。だから、どうしようもない。30秒。どうすんだこれ。ここでもう一回こっちも受けるか。なってきて、逃げる。これさ、意外と、油断できないですよ。だって、時間がね、別にそんな勝ってるわけじゃないので。何その手取るよ。今、6九銀じゃないかと思ったんですけど、これは普通に取ってね。あ、でもそうか、桂馬取られてるから次の、ふんどしの桂狙ってるんですね、これね。寄っとくか。ちょっとね、優勢とは言っても、あんまりふんどしの刑とかされたくないんで、まあ、ふんどし、もうこれ取っちゃいます。もうこれは強者とか、んーや、桂馬かな。あ、でも、手順に聞かれんな。あおっと、これは、こっちだな。まあ、勝ちは勝ちですが、勝ちは勝ちでも勝ち勝ち山。まあ、私は小さい頃、お母さんに、昔話を聞かせられるとかそういうことあんまなかったんですけどね。だって昔話とかくだらないですよね、基本的にね。1分。昔話とかさ、何の役に立つのっていうか、昔話とかほんとさ、いらないですよ。昔話とか聞かせるぐらいだったらさ、普通にベストセラー小説でも聞かせた方がいいんじゃないですかね。だってさ、昔話ってさ、要するに何？見事じゃ。
まるでわしの若い頃のようじゃ。で、昔話ってさ、要するにさ、楽あや苦ありというか、苦労すれば報われるだか知らないけどさ、要するにその、みんなと違うことやるやつは叩かれるっていうか、なんかそういうさ、日本的な村の掟を上塗りするようなさ、ほら、掟破りするやつはこんな痛い目に遭うんだよってね、ほら、調子に乗って歩いてるから電柱にぶつかって怪我しちゃった、みたいなさ、そんな話が多いんでしょ、よく知らないけど。そんなのさ、子供に聞かせて、何の意味があるんでしょうね。って思うんですけど、うん、そういえばさ、最近のニュースなんですけど、まあ、今日は2017年10月5日なんですが、東京都の都議会でなんか子供がいる家庭ではその家の中でタバコを吸わないようにしなきゃいけないとか、そういうね、なんか東京都条例の案が可決しちゃったらしいんですよ。まあ、多分さ、小池百合子都知事のさ、その都民ファーストとかいうグループがさ、主導してさ、もう多数決で押し切っちゃったんだろうけど、どうなんですかね。私はタバコ大嫌いだし、タバコほどね、憎んでるものはないというほどね、タバコはもうね、憎んでも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 、もう恨んで恨んで、恨み切っても恨んで、もう、恨みます、恨みます、なんとかなんとか、なんとかなんとかで恨みますぐらいの 恨みようなんですけども、でもさ、家庭の中にまでさ、東京都条例がさ、介入するのってどうなのって思うんですけどね。いや、それはもちろん子供の前でタバコ吸うのは良くないと思いますよ。でもそれはさ、その、だってさ、親だったら子供のこと思うのは当たり前じゃないですか。子供に不健康にさせようと思う親は普通いないですよね。子供、自分の子供には健康であってほしいし、その病気したらどうしようっていうさ、そういう思いは親だったらさ、誰しもが持つもんじゃないですか。だからそれは家庭ごとにね、考えることであって、東京都がさ、介入することじゃないじゃんって。そんなことまで条例で作ろうとするさ、小池率いる都民ファーストって一体何なんでしょうね。それにさ、子供がいる家庭で親がタバコ吸ってるか吸ってないかなんてさ、調べようがないじゃないですか。そうでしょ？なんか東京都の職員が子供のいる家庭訪問して、抜き打ち訪問してさ、ちょっとあなた家の中でタバコ吸ってんじゃないの？今吸ってたから条例違反で罰金とか、いや、そういうことはしないんですよね。できないし、そもそも罰金とかそういう罰則はないっていうんですよ。つまり、努力目標というか、努力規定というか、らしいんですけど、そうやってさ、ルールなんだけれども、なんかルールとして成り立たないようなルールっていうのをさ、なんかいくつも作っていくのってさ、なんかその、ルールに対する信頼感ってものがなくなりますよね。例えば法律っていうのは、その法律を全員が守ることによって、その全員の安定した生活が送れますよね。だから、法律によって人々を縛ると同時に、それはあなたを守ることになるんですってことで、法律をその日本のね、国民全員に守らせてるわけじゃないですか。だから、そうやって法律っていうのは信頼感があるからこそ、法律としてやっぱりちゃんと機能するんだと思いますけど、罰則もないし、その条例違反してないかどうかって調べる余地もないし、ただの努力目標ですっていうさ、そういう条例をさ、都道府県が勝手に作っちゃったらさ、なんかルールっていうのは、なんか守んなくてもいいんだっていうさ、なんかルールってなんとなくそこら辺の立て看板と同じようなものだよね。なんかなんとなくここで立ち小便しないでくださいとか、ここでこっから先は私有地です。まあ、私有地入っちゃいけないかもしれないけど、なんかそういうのと同じようなさ、風に見られちゃうんじゃないかと思うんですよ。で、そもそもさ、今度衆議院議員選挙もありますけれども、まあ、安倍首相を中心とする内閣が、憲法違反してんじゃないのか？集団的自衛権の行使ってそれ、憲法に違反してんじゃないのってさ、これ本当に憲法的にこれいいのかっていう疑いがありますよね。で、それもやっぱり争点になってくるわけじゃないですか。なんかさ、その憲法とか法律とかそういうふうに、
その法によって収められてるはずなのに、いや俺はね選挙で勝ったんだから俺が法律とか憲法の解釈決めていいんだみたいな感じでさ、なんかその法律によって収めるんじゃなくて、いや権力を持った人がね好きなようにやるっていうさ、なんかそういう風になっちゃってるんじゃないのっていうさ、そういう感じがするわけですよ。そういう状況の中で東京都がルールとして機能しそうにもないような条例を作ってしまうっていうのはさ、ますますルールってものはバカらしい。ルールを守る？何言ってんのお前。ルールってルール？ルール？法律？条例？何お前？何言ってんの？俺のやってることが条例違反だって？法律違反？ほう、そうなんだ。だから何なの？あ、俺は犯罪者なんだ。違法行為なんだ。へー、そうなんだ。だから何なの？何お前？何？俺が法律違反してるからって。別に、俺なんて毎日法律違反してるけど？っていうか、1分に1回ぐらい法律に違反してるけど、1回も捕まったことないよ。何か問題あるんですか？ん？条例？何それ条例って。何？条例って何？条例って何？なんか、幽霊が降りてくるんですか？なんか、アンビリバボーのさ、なんか条例実験？法令実験か。なんか心霊写真、いや違うな、なんかちょっとね、悪い霊がついてるので、その霊を下ろしましょうとかね。何条例って何なの条例。条例違反？何それ意味わかんないんだけど。何あれか、なんか学校で先生がさ、廊下走っちゃいけないとか、ああいう感じ？ああいう感じかな。俺なんて毎日走ってたよ。友達と一緒にね、毎日廊下でね、どっちが足速いか競争してたよ。それで前、先生に怒られてね、キャハハって感じですよね。で、なんなの？で、条例違反してるから、で、っていうさ、そういう風になりません？憲法なんて、選挙で勝ちさえすれば、守らなくても構いません。法律？そんなの適当にあしらっときゃいいんだよ。条例？何それ？何なのそれ？っていうさ、そういう社会ってどうなのって思うんですけどね。いや、権力を持ってる人とか、頼もしい人、分かりやすい人、慕われる人に、みんなでついてった方が楽ってのは分かりますよ。だってさ、憲法とか法律って、いろんな解釈ができたりするじゃないですか。だから憲法解釈でいろいろとね、議論になったりしますけれども、法律だって条例だって、今私がやってることが法律違反なのか、いや別に法律違反じゃないけれども、この人がやってることって法律違反なのか、それとも法律違反じゃないのかっていうのは、はっきりしない場合って多いわけですよ。だから裁判で、民事裁判とかでも争われるじゃないですか。それよりもさ、いや法律なんて知らねえよ、その条例知らん。東京都民は全員小池さんについていくの。それで終わり。小池さんに全部お任せすればそれで万事解決ってしてしまえば楽ですよね。まあ小池さんにやることだったらしょうがないよねってさ、納得しちゃえばさ、まあ納得しちゃえるかもしれないけど、それはさ、やっぱりさ、歯止めが効かないじゃないですか。やっぱりどんなにね、良心持ってても、どんなに真面目に仕事していても、政治家とかどんな人が真面目に仕事していても、やっぱり人には間違いが生じるから法律で白あり書けるし、その法律を作るさ、国会だって間違いが生じる可能性があるから憲法で歯止め聞かしておくわけじゃないですか。このさ、法律とか条例とかをさ、バカにするかのような、家庭で子供の前でタバコ吸っちゃいけません東京都条例、なんかすごいね、虚しさを感じますね。まあそんなとこです。ありがとうございました。